いよいよ今日29日大阪府議会臨時会が開会をされます。私たちカジノの是非は府民が決める住民投票を求める会、3月の25日から62日間署名を集め法定数に達し、7月の21日にこれを提出、45年ぶりに大阪府において住民投票直接請求のその府議会が開かれることになりました。和歌山は1人10分ずつ6人話をしています。横浜市は3人の近日に対して会派の議会審議が5時間行われています。そのことを今私たちは大阪府議会大阪府知事に要求するために、こんなくそ暑い中ここで立ったり座ったりして汗をたらたら流しているわけです。怒ってください。これだけの規模のカジノでこれだけのお客さんが来たときに、どれぐらいのカジノ依存症が発生するだろうか、具体的な予測数値はなし。それだけの依存症対策のためにどれだけの人員、どれだけの相談窓口、どれだけの物的施設が必要であるか、予算が必要であるか、そういったことについても具体的な検証予測はなしなんですよね。そんなに自信を持ってこの IR めちゃくちゃ素晴らしいという国際社会から、どうぞ大阪に IR に来てくださいと言うんだったら、むしろ堂々と住民投票をやって、府民の総意として世界中のお客さんを出迎えしますよと、そうやってお客さんを集めてきた方がまともな IR だと世界に向かって胸を張れるんじゃないですか。子どもたちに教育をしているいうことが、いや、カジノですね、そんな大阪ありますか。で、そんなんてちゃんとみんなね注視して見といてくださいね、行政を言うことで。住民投票は究極の民主主義ちゃうか。2回も負けたくせにやったやろ。今回はほんまに住民が要求してるんですからね、やってください。収まりません。やるまで頑張る。もうあと何年もないですけど寿命、最後の最後まで頑張ります。最初税金を使わないって言ってたのに、3000億円以上の税金が使われるっていうのが、まずこれはあかんやんって思いました。利益が出るのが約50年後、私がだいたい70歳ぐらいの時に利益が出ると言われています。こんなんもう誰も責任取ってもらえないと思うんです。今おぎゃと生まれた赤ちゃん50歳になっても借金背負ってる、あなた方責任取れるのか。私は今この手元に45年前に行われた府下の住民投票直接請求の記録を持っています。審議を経て行う、これは私だけにせよこれ民主主義ではこういう過程を経て行われるべきものです。今の大阪府政どうでしょうか。府民無視、吉村知事に届くような大きな声で府民の意思を伝えましょう。府議会の皆さん、私たちは絶対に引き下がらないですよ。よう考えてカジノのこともう一回考えよう。吉村知事は責任を取ってもらえるんですか。このままギャンブル依存を増やすようなことはやめてください。お願いします。住民投票をこれ通さないと府議会どうなるか分かってんのかって言いたいです。豊中です。豊中は7月25日、4日前に、豊中市議会から大阪府議会に対して住民投票を行えという意見書を採択することができました。やったぜと思いました。住民投票条例を可決せよ。住民投票条例実現。21万府民の声を聞け。この議場におられる知事、そして府民の皆さん、職員の皆さんに問いたい。皆さんは21万134筆の署名をご覧になりましたか。それでは記者会見の方を始めさせていただきたいと思います。
カジノの是非は府民が決める住民投票を求める会の事務局長をしております山川と申します。本日はですね、大阪府議会臨時会において私たちが提出をした住民投票条例が否決をされると、そういう状況になりました。それでは、まあ、みんな頑張りましょうね。こんなことでね、私たちがくじけると思っているのは維新や公明や今日反対をした会派なんですよ。さあ、それでは今日意見陳述をしていただいた方をご紹介します。で、陳述にありました通り、私の父と弟がギャンブル依存症という怖い病気に罹患いたしております。で、現在も治ることはございません。生活保護も含め1人当たり60万円実はもうすでにこの国は支出し続けているんです。ましてカジノが来ましたら、ただいさえ今日本という国はギャンブル列島です。競馬があり、競輪があり、パチンコがあり、お隣の韓国ではパチンコは廃止になっているんです。しかしながらこの日本ではパチンコが未だにまだ継続されている。本当にギャンブル大国日本と言わざるを得ない。そんな中でカジノ事業者が日本をターゲットにした、そこに行政が食いつく。で、これは本当にもうあってはならないことだと思いますし、医療費切迫を訴えつつも逆にカジノを誘致しギャンブル依存の方がどんどん増えていくような世の中を形成していく。私はそれが許せず本日陳述をさせていただきました。子ども食堂をね、運営していることから、子どもたちのこの不幸というものにものすごく敏感なんですね。今全国で子ども食堂6000件あるんです。で、私どもが始めた時はまだね、300ほどだったんです。20倍に増えたんです、5年の間に。これなんででしょう。これはね、日本の子どもが貧しい生活してるというだけではなく、大人たちが子どもたちの健全な育成に責任を持ちたいという、そういう気持ちを持っている人がたくさんいるという。親がギャンブル依存症になったら惨めですせ、子どもたちをそんな惨めな思いさせたくない。これがやっぱり子ども食堂を運営する私の腹からの願いであります。この運動はこれからの大阪での市民運動の新しいステージを開いたんじゃないかなと。そしてやはり地域から市民運動を背景に、私たちの運動で社会の在り方を変える、そして政治を変える、姿勢不正を変えていく大きな足掛かりができたものだと思ってます。ぜひこの経験を本当に生かして地域に広げていっていきたいと思っております。住民投票を求める直接請求署名運動がどんなに大きなものだったか、どんだけ人々の心に火をね、なんかこうそういう、運動をやったっていうことをすごく言いたかったんです。私たちの思いをしっかりと聞いてもらえるようなね、そういう運動にしていかないといけないなって思いました。皆さんご苦労様でした。ありがとうございました。意見陳述全員で6人やるということで30分で6人、本当に短い時間でした。7月の21日にはですね、600人が集まった、72市区町村から集まった、こういうことを大阪府議会議員や吉村知事は自分の目で確認したのか。で、少なくともですよ、法務課に置いてあるわけですよ、この署名簿は。今本当に僕たちが大切にした、直に自分の目で確かめるっていうことさえもしないような府会議員であっていいのかっていうことを、僕思ったんですね。結局私たち大阪府民が集めた署名を重視するとか重く受け止めるとか、そういうことを特に維新や公明会派言っておられたけれども、口で言えばいいっていうもんじゃないんだよと。で、吉村さん、それだったらまっすぐこっち向いて喋りなさいよと。意見を一回もこう交わしたことがないっていう、こういう情けない知事をですね、やはり僕は許すことはできないっていうぐらい強く思いました。それから吉村さんが2つ言いましたね、反対する理由を。手続きはしたんだと、それから正当な議会で決めたんだと。
本当に保坂府民の納得を得るということに対しての努力のない手続きって何なんだ。ただの手続きすることが法律的に瑕疵がないからそれで OK な、こんなバカな話ありません。二つ目、議会で決めた、何を決めたんだと、議論もせずに通々と通していくものはなぜ決めたと言えるんだ。本当に私たちが集めたこの署名をしっかり受け止められないような議会、大阪府議会、大阪市会、大阪府、知事、それから大阪市長、その他多くの自治体の中でもあるかもしれないけれども、こういう大阪の民主主義を劣化するっていうことはあってはならないんだというのが、先ほど、皆さんに読ませていただきました、民主主義と住民自治、これをねじ伏せた今の今回の議決なんだと。本当に民主主義のないそういうものを作っていくということを強く怒りを持ちました。今日は本当に6人揃って、こうして、会見を皆さんに来ていただいたことを嬉しいし、それから今日朝、8時から9時まで大阪府内各地で先ほどのこのチラシを持って、今日が、大阪府議会の議決ですよと、で QR コードもつけて皆さん見てくださいよと、そういう行動をやって大阪府庁前に10時から1時間半ほど集まって約200人が集まりました。でこの長引いた議会についても皆さんの後ろの方にもおられるように多くの方が残って見守った。これがですね、この運動のやっぱり強さではないかというふうに考えております。それでは皆さんの方から、まず記者の皆さんの方からご質問があればお答えしますのでよろしくお願いします。それから今大阪府議会の中では否決をされたけれども、大阪だけではなく今度は、国を相手ですね、国を相手に今審査が区域整備計画ということで出されておりますね。こんなものを国が承認したらどうなるのかっていうことで、国に対して承認するな、もしくはこの国土交通省観光庁の、審査委員会の委員すべてに対して情報を彼ら持っておりません。行政の、財政状況はどうであるのかっていうことがあまり彼らの審査内容の中に提供されていないんですね。そういうものを提供していく。でもちろんこの72市区町村みんなで、東京へ行こうということで、今考えております。銀座デモをしたり、国会前で座り込んだり、住民、訴訟が今日提案されましたね、提訴されております。土地の問題であったり借地権の問題、それから先ほど言った契約の問題、いろいろとやっておりますが、そういった運動を一緒になってやっていきたいなと思います。というような取り組みです。